さぬきうどんは、香川県の特産うどんである。香川県において、うどんは地元で特に好まれている料理である。同県の2016年時点のサイトによれば、蕎麦とともに人口1000人あたりの店舗数は、日本全国の都道府県別統計においても第1位であり、うどん用小麦の使用量は全国1位であったとされる。料理等に地域名を冠して、 ブランド化する地域ブランドの一つとしても、観光客の増加、うどん生産量の増加、知名度注目度の上昇などの効果をもたらし、地域ブランド成功例の筆頭に挙げられる。日経リサーチの昨年調査では、地域ブランドの総合力において350品目中1位となり、観光客は行き先選択の理由、香川の魅力の第一にうどんを挙げ、2011年には、 香川県庁と香川県観光協会はうどんを全面的に押し出した観光キャンペーン、うどん県をスタートさせた。古くから良質の小麦、塩、醤油、そして地元では、いりこと呼ばれている煮干しなどが、さぬき国の特産品であり、それらうどんの材料の入手が容易であった。原禄時代の一枚の屏風絵にも、複数のうどん屋を認めることができる。時代が下り、 現在の地域ブランド名称として広く知られるようになったのは、うどんを名物とし始めた1960年代頃と考えられている。香川県のうどん店や家庭で作られるうどんを指すと、共に日本全国各地の飲食店で、モードン料理が透明賞で供されていたり、冷凍食品などとして手軽に購入できたりするなど、 香川県外の地域でも容易に食えせる料理として広まっている。代表的なうどんの一種として有名になったことや2006年から開始された地域団体商標制度への登録は地名商品名でも一般的に使用されている名称で全国各地で作られているものは難しいという見解を特許庁は示しており該当する商品において本場、特産などと表示する場合のみ 公正競争の観点から規制を設けた程度に留まっている。本場でしか味わえない点と、どこでも容易に触れうる点の両面から、本場の味を試したいという欲求を呼び起こすことに成功している一方で、日本国外でのブランド防衛ではご手に回った事例も見られる。小麦粉の切り麺であるうどんは、香川にしかないものではなく、古来全国にあるが、 サヌキは特にうどんのトップブランドとして広く認知されており、各地のうどんを紹介する際に、第二のサヌキうどんといった表現が用いられたり、特にゆかりはなくとも、サヌキ、サヌキ風を歌われたりしている。香川県民の生活の中で、うどんは特別な位置を占めている。香川県におけるうどん生産量の推移は、1980年代は1万トン台中盤から2万トン台中盤。 1990年代は3万トン強から4万トン台後半、2000年代前半は5万トン弱から6万トン台中盤であった。2009年の生産量は59,643トン、全国1位であり、2位の埼玉県の2倍以上となっている。1980年にはわずか5%でしかなかった日本国内シェアは、以後四半世紀で、 市販分に迫るほどの伸びを見せた。香川県民を対象とした調査によると、うどんを週に1回以上食べる人の割合は90.5%、全く食べない人は9.5%であり、週1回が最も多く50.8%であった。うどんは観光客向けの名物というよりは、老若男女問わず県民の生活に密着した食物、食習慣となっている。 うどん店は高松市、中山を中心に県全域に分布し、例えば観光用に店舗の特定集中区域はない。彼らは県外に出てもうどんへのこだわりを隠さず、里帰りにうどんを食して気境を実感するほどである。うどんにまつわる地域行事も存在する。半月、上手にうどんを食べるという習わしがあり。 この習慣に基づきさぬきうどん協同組合が毎年7月2日をさぬきうどんの日と制定しているほか大晦日には年越しそばではなくうどんを食べる県民が一定の割合で存在しており玉売りのうどん店や製麺所は多忙を極めるまた新たな行事やイベントのプロモーション活動にも4年なく2009年からは年明けうどんをプロデュースするなどしているうどんにさぬきを そばに、性を吹きした店看板日本国内では、名称に対する使用制限はない。理由として、全国性麺類厚生取引協議会と、厚生取引委員会は、どこで作ってもものは、同じとの見解を示している。この要因によって、全国各地で透明賞を名乗るうどんが作られている。2000年代初旬頃までうどん業界では、 さぬきうどんは、香川さんという常識が存在していたが、人気の全国的な拡大によってこの常識は崩れていった。ただし、生麺類において、名物、本場、特産などを表示する場合にのみ、厚生競争の立場から次のような規制が適用される。香川県外ではしばしば看板やメニューの表記として、くなしのうどんや、店独特のうどんメニューの名称として、 透明性が用いられることがある。生麺類で名産、特産、本場、名物などを表示しなければ自由に使用可能であるため、それに起因したトラブルも発生している。ここでは特に香川県のうどんに関わる歴史を述べる。典型的な瀬戸内海式機構に属するため、日照時間が長く、また平地が多いことから穀物栽培に適している。 古く上理の時代から機内をしのぐほどの水田が広がる一大国草地であったが、主要な作物は長らく稲であった。やがて戦国時代から江戸時代にかけて二毛作が盛んになり、小麦の生産が増加した。降雨も河川も少ない、この地で水田から一度水を抜いて、畑にする二毛作は少ない水を徹底的に使う治水開発を促し、今日見られる。 おびただしいため池が広がるさぬき平野の景観も、この頃に形作られた。商品作物が奨励された江戸中期以降は米、小麦以外にも様々な作物が生産されるようになり、昭和の気候は、戦に適するため19世紀初頭から境でに、塩田が開発された。醤油の生産はそれより古くから、小戸島や引田で行われていた。しかし、江戸以前は、 醤油は高級品であり、産地の庶民が気軽に地元消費していたとは考えにくく、江戸中央以前のさぬきにおけるうどんの形がどのようなものであったかは、なお研究を待たねばならない。なお、当時の大消費地におけるうどんのレシピには、タレ味噌、またはに貫きを用いるとあり、醤油の記載はない。さぬきでのうどん屋の記述が、玄禄末に描かれたコンピラサイレーズ屏風に現れる。 200軒余りの建物がひしめく、ことひら門前町の活況を描いた、この屏風には3軒のうどん屋が認められ、いずれも、エマ様イカ型の特徴的な形の招き配を掲げて、営業している。同時代の浮世増し、公職一大男の挿絵でも、三河国は芋川に開いた、うむどん屋が同じ形の招き配を掲げている。この形状の招き配は、 さぬきに限らず、麺類を出す、店の看板として、一般的であった。江戸時代後期には、コンピラ参りを対象とした旗子が増え、その一階が、うどん屋であることが多かった。また、参拝客が船で発着する丸亀屋多突にも、うどん屋があった。うどん屋の店頭には麺を茹でる釜が据えられ、うどんを入れた、とべ焼きの鉢、つけ汁を入れた井口、そして生姜やネギが供され、 つけて食べる形式が一般的だった。明治時代には夜なきうどんの行商人が高松市内に増え、1887年頃には天秤棒の両端に縦長の箱を下げ、長部に石油ランプを灯して鈴を鳴らしながら売り歩いていた。箱の下部には丼ぶり鉢や湯沸かしを入れ、総重量は60から7 0ラムだったと言われる。 20世紀に入るとこれらの業者はすべて車輪付き屋台を用いるようになり、その両脇に飾り、格子をはめて、安丼を吊るしていた。うどんは、鰹節とだしをかけたぶっかけで人気があったという。夜なきの行商人は、生麺の卸売業者と契約して、道具を借り、営業を行っていた。当時は5軒の玉卸し屋があったが、大正時代には、 のれんわけの関係をもとに三系統に分かれ、第二次世界大戦終戦までこれが続いていた。昭和初期には飾りガラスなどを凝らした屋台が並び、夜の高松の風物詩と呼ばれた。農村部では水車の動力を利用した製粉運業が盛んになり、粉を仕入れる小規模な製麺業者も増加した。1930年代には、 エンジン式の製粉機が普及し始め、20世紀後半には完全に水車にとって変わっている。同時期には機械式製麺も全国に広がったが、香川県では手打ちの製麺所が残った。20世紀前半の香川県では、年中行事や観光総裁で、ド丼料理が振る舞われ、うどんが打てぬようでは嫁にもいけないという言葉があったという。終戦直後で、 小麦粉が十分に手に入らない中、高松市などでは代用品として、どんぐりや芋の粉を用い、足りない粘り気は、わらびの粉やところてんで繋なぐなどしてうどんが作られていた。小麦粉の供給は、1949年頃から闇市を中心に回復してきた。うどんは主に家庭で消費され、また喫茶店や大衆食堂を含む、様々な飲食店にうどんは置かれた。 1960年代には、その数3000から3500と推定される。当時はまだうどん専門店と呼べるような店は、高松市内でもほとんど存在していなかったが、1960年代半ばから、香川県独自のセルフサービス方式のうどん専門店が登場した。1970年前後からは、メニュー数値を揃えたうどん専門店も増え始め、 現在に至る香川県におけるうどん店の状況が形作られていった。飲食店の文化、専門家が進んだことでうどんを扱う飲食店の総数は逆に減少した。1963年2月に高松駅の構内に立ち食いうどん店が開店した。当時、立ち食いそばは全国の多くの駅にあったが、うどんは前例がなかった。まもなく、 高松駅構内には2号店もオープンし、テレビなどで食べる民芸品として、県内で味の評価の高い店が紹介された。1969年には、向こ連絡線デッキの立ち食いうどんコーナーが営業を開始した。また、この頃に、ポリエチレン包装など衛生面の進歩により、保存期間が伸び、土産品としての販売も上昇してきた。この頃までは、うどんが、 香川の名物であるという認識はそれほど一般的ではなかったが、1970年の大阪万博で和食チェーンの京樽の運営するレストランのメニューの一つとして供され、ガラス越しに手打ちを実演し、毎日6000食を売り切るなどし、知名度も上昇していった。1974年に加藤吉が冷凍さぬきうどんで冷凍麺市場に参入し、製造。 販売を開始。しかし、品質面における特徴である腰の強さが出ていないとの理由から、当時の社長は直ちに改良を指示し、製法や茹で方を研究し試行錯誤を重ねた末、新技術の開発や新装置を導入して腰問題を解決し、1976年にリニューアル発売した。1978年には、金麗が腰を目指して再現した。 アルミ大きいリレートお鍋焼きうどんを発売。有名店の行列。1980年代末頃から香川県のタウン情報誌、月刊タウン情報香川で連載された個性的なうどん店の紹介企画、ゲリラうどん通りごっこが評判となる。県内でうどんや田んぼうがレジャーとして盛んになり、味に加えて個性的な店自体を楽しむ客が大きく増えた。 1988年には、瀬戸大橋の開通が好影響を及ぼし、加藤吉、冷凍さぬきうどんの売り上げが急増した。まず、在京テレビ局のグルメ番組で、1992年頃から、武田哲也や吉村明弘といったタレントと、穴場うどん店をめぐる番組が放送され始め、それは、一過性のものに終わることなく引き続いていく。近隣の地方局でも、 情報番組などで穴場うどん店紹介を頻繁に取り上げる。やがて90年代後半には料理対決番組でのうどん vs そばテレビ東京 TV チャンピオンでのさぬきうどん王選手権の定期開催などうどんと穴場うどん店にまつわる露出が加速していった。また出版物においては1993年に上記連載の単行本恐るべきさぬきうどんが ホットカプセルから喧嘩で発売、後に新庁舎から全国発売される。これは何巻にもわたって、巻を重ねた。並行して、雑誌、レタスクラブ、タイム、花子、アエラなどへの寄稿、アドバイスを精力的に行う。これらの書籍、記事に触発されたうどん遠征期なども書籍化された。広告プランナー佐藤直行の、馬ひやひやさぬきうどんもその初期の一つである。 1998年の明石海峡大橋の開通により、京阪神方面と香川県が高速道路で直結した。蒸気の動きと相まって県外から猛ドミや巡りを目的とする観光スタイルが広がっていった。また、同時期を通じて香川県のうどん生産量は倍増し、田舎の穴場店に観光客が行列を作る光景が見られるようになった。 2006年には映画うどんが公開された。ブームの回数と発生年香川県農政水産部は20世紀後半から4度のブームが起きたとする。当時の TJ 香川編集長の田岡和都市は第3次と第4次を連続したブームとしている。ブーム発生の年は以下の通り。セルフうどんは香川県外ではあまり見られなかったが2002年にこの セルフ方式のうどん店が首都圏に開店したのを皮切りに日本各地で同様のセルフうどんが次々とオープンした。背景として外食デフレの時代に合致した低価格路線の商材であったことやスターバックスやドトールコーヒーショップなどセルフ方式を導入したコーヒーショップの普及で飲食店におけるセルフ方式の懸念が払拭されたこと。 B 級グルメブームが挙げられている。この最初の出店ラッシュは2005年頃には一段落、したが、その頃には、廉価、手軽な軽食の一つとしてある、程度定着し、ショッピング街や、フードコート、主要な街道沿いなどで見かけることが珍しくなくなった。香川県外のセルフードンは、既存の外食産業企業グループの多角化の一つとしての、チェーンフランチャイズ展開が経引しており、 零細店舗がしのぎを削る香川県内とは様相をことにしている。そのため、県外資本のチェーン店企業は、本場香川県への逆進出に慎重である。2000年代中ばをピークとして、国内全体の麺類生産量が下落傾向である中、セルフうどんはなお、右肩上がりで成長している。香川県外資本チェーン店は、佐ぬきうどん振興協議会によると、 13に上る。チェーン店は日本国外にも展開している。2010年、上海国際博覧会に花丸うどんが出店。2011年には上海セルフうどんの常設店が開店した。2010年の香川県観光交流局の調査によれば、観光客は香川県の魅力としてうどんを69.0%でトップに上げ、 2位の豊かな自然や景色を大きく上回っている。旅行先として香川県を選択した理由のトップも、うどん、観光客飲食状況も66.4%が、うどんを食べた、など、名実ともに、うどんは観光の目玉となっている。しかし、香川県イコールうどん、と、あまりにもイメージが固定化しており、そんなうどん以外の観光主源が注目されない。 状況を打破しようと、香川県及び、香川県観光協会は2011年10月、うどん県。それだけじゃない香川県プロジェクト特設サイトを開設し、うどんをきっかけに、他の地域産品も知ってもらえれば時とした。香川県が、うどん県に改名したという設定で、金目うるうを副知事役に、香川出身のタレントを動員した地域紹介動画を公開したところ、 たちまち注目を浴び、一時サイトにつながりにくくなるほどのアクセスが殺到した。またツイッターやブログなどでもうどん券の話題が激増した。現実のフェリーやバスの行き先表示や、本物の県知事の名刺にうどん券と表示する。実際に日本郵便にうどん券宛ての年賀状の配達を申し入れ快楽を得るなど、 フィクションの枠を飛び出すほどのインパクトを生み出したが、肝心のうどん以外の産品の PR としては、課題が残り、香川県観光振興課では2012年度も、うどん県 PR 予算として7250万円を計上した。香川県でうどんの話題によく上がるのが、うどんは、工房大使が党から伝えたという言い伝えである。民間伝承に過ぎないという説も、確かに多くあるが、うどん。 空海将来説の中に次のような一文がある。うどんは空海が唐から持ち帰った唐菓子が源流と言われています。唐菓子は小麦粉にあんこを入れて煮たもので、混沌と言われていました。それが剣丼となり、煮て熱いうちに食べるものだから、温丼となり、それが転じてうどんとなり、現在のうどんになったと言われています。しかし、これも、 史実として、すべての学会で公認されているとは言えず、結局、お遍のさんなどにより大師信仰の強い香川では、何かわからないことがあると大師様の仕業にして、安心するという大師信仰のせいにされている。今後の歴史研究、空海研究の実証的成果を待たねばならない。大師の説話はうどん屋の内装や広告に頻繁に取り上げられる。 1898年10月に全通寺市に駐屯していた陸軍第11師団の師団長に着任した野木稀介も兵士の多くが休日に地元でうどんを食べていることに着目して栄養価や体力づくりの面から舞台食にするよう提案推奨し除隊した兵士たちが日本各地でうどん店を開業したことが全国に広まったきっかけだとする説がある。 香川県立高等技術学校丸亀校では2003年より毎年うどん職人を養成するさぬきうどん家を開校し、卒業生の県内外での新規開店や就職に実績を上げている。かつて存在した瀬戸内短期大学にはさぬきうどんインストラクター養成という教育課程があった。年越しそば以外の国民的免職習慣を新たに、 作り出そうと、年明けうどんの広報活動が、さぬきうどん振興協議会などの主導で行われ、各地の名物うどんや食品企業とも共同で取り組まれている。2013年現在、麺そのものや業態をもって特色とし、完成した料理メニューとしては、統一的なものはないと言える。メニューは、非常に多岐にわたり、変わり種のうどんも非常に多い。ギャラリー本説では、 ある程度認知されている食べ方や業態について説明する。完成した料理を店員が上げ下げしてくれる全国で一般的な飲食店の携帯のうどん専門店。香川県内においても最も数が多い。メニューには各種のグリうどんや副食品の類が並んでおり、量や薬味の加減を店員に頼める店も香川県内外で共通している。出前の際、岡持は 店員だけでなく、お客が自分で自宅まで運ぶことも多い。香川県内の一般店で特徴的なのは、おにぎり、おでんなどの作り置きのできる副食品は一般店であっても大抵セルフサービスであるという点である。客は店に入ってすぐにそれらを取ってきて食べながらうどんが出てくるのを待つ。なお、一般店のメニューは、 県外の一般的なうどん店と大きく異なることはない。一般的なうどんメニューについては、うどんの当該項目を参照。料理の受け取り、食後の食器の返却を、客自ら行う、セルフサービスの業態をとるうどん専門店。上記は一例であるが店と客の役割分担が、店によって違うことも、ままあり、香川県民でさえ初めて入るセルフ店では、まごつくことがあるため、 メニューではなく手順が掲示されている場合も多い。長らくこのようなセルフうどん店は、香川県や岡山県などの限られた地域独特の業態だったが、2002年頃よりセルフ式うどんのチェーン店が県外へ出店し、短期間に急増した。香川県で標準的なセルフうどん店よりも客自ら行う手順は少なくなっており、セルフうどん店が 初めての客にも入りやすい工夫がされている。製麺所に重機を設け食事ができるようにしたうどん店であり、基本的にセリフサービスである。看板やのれんがない、重機などに気を使わない、店舗が集客に適していない場所に立地しているなど、とても客商売をしているようには思えない佇まいの店が少なくない。外食としてだけではなく家庭でもうどんはよく消費される。外食店が 今のように増加する前は、うどんは買ってくるか手作りするのが主流であった。ギャラリー最近は、第二次ブーム以前に比べると、日本全国すべてのうどんの中で特別に腰が強い、わけではない。腰という言葉はそれを使う人によって、硬さや弾力、または粘土であったりと、言葉の定義が必ずしも共有されていないが、味の評価は、この面の腰の強さによってなされる部分が大きい。 店やメニューの紹介では、出汁や具の味、たたずまいなどが取り上げられても、麺の評価がそれ以外の要素の評価よりも上位に位置する場合が多い。一方、かつては製麺所から麺を仕入れる店が多かったため、むしろ出汁が店ごとの個性として重視されていた。うどんの腰についての学術的研究では、腰は咀嚼中の総合的な食感というテクスチャーを持って、 表現されている。調査によれば、男性率と年性率が、それぞれ105パスカル、1.508パスカル、S 以下と柔らかく、かつ、破断強度が大きいうどんが、腰があって美味しいと、評価されている。すなわち、噛み切るのに力が必要だが柔らかいのが、腰のあるうどんであり、単純に硬いだけでは、腰があるとはみなされない。腰のもう一つの特徴は、それが、 時間とともに急速に失われていくということである。これは、うどんの破断強度が2時間で、約2、3まで低下することからもわかる。腰は、茹でて、水で湿めたその瞬間に最大となって、分単位で失われる。これは、時間が経つとともに、水分分布が均一化して全体が固化し、噛み始めが硬くなる一方で噛み切るのに必要な力は減少し、 腰がなくなっていくためである。このため、店で食す場合の当たり外れは店に入るタイミングが全てとも評される。時間とともに出現するような類のうまさは一般に存在しないが、茹で置きを提供する店もある。蒸気のような腰が生まれる原因として特有の手打ち式製法が挙げられる。これには、一般的な機械式の製麺と比べて十分なコンツクネ圧延が多方向生地の 熟成といった特徴がある。この中で1と2は、生地の中のグルテンの分布を均一にする効果があり、3には生地からの脱気や、有利質の減少と結合脂質の増加を促す効果がある。3には1によって生地に生じた応力を緩和し、柔らかく伸びるようにする効用もある。また、食塩水の添加も重要な要素となっている。加える、水の量を増やすことによって、 グルテンの均一性を増すことができるが、多すぎると生地の粘弾性が増して硬くなる。また食塩を加えることで生地の伸びが良くなるが、多すぎると逆に低下する。このため食塩水の量と濃度を調節することが重要であり、古くから土三間六つね五杯という言葉が目安にされてきた。これらの要素が組み合わさって腰は得られている。生地は うどんご座をかぶせた上から、裸足の足裏で踏みつけて腰を出す、足踏み製法がかつての主流であったが、衛生面から戦後この方法の是非が問題となった。このため効率化を兼ねて、製塩業に用いていた藁の加工機をベースに、コンツクネ用の機械が1965年に開発された。1968年に、香川県が製麺業の免許の交付。 更新の際にこの機械の採用を義務付けたため普及が進み、1970年には北海道など、全国各地や韓国ソウル、米国アラスカ州など、日本国外にも出荷されている。このような流れであるため、足踏み製法は、規模縮小しつつも、衛生面からビニールを用いて、生地を保護した上で、今日においても根強く行われている。また、生地に十分な粘りを生み出しながら、 それを伸ばす方法として、透かし打ちという独自の高度な技法がある。香川県産のうどんの原料となる小麦粉は、かつて稲の裏作として盛んに栽培されていた、県内産の小麦が使われていた。最盛期の栽培面積は1万ヘクタール以上にも及んだが、高度経済成長期に急減して1973年には326ヘクタールとなった。 その後は栽培の進行施策などもあって1987年に4130ヘクタールまで回復したが1997年には475ヘクタールまで再び減少している1970年代には粘りの強いカナダ産とサラサラしたアメリカ産の小麦をブレンドして主に使っていたが現在は多くがオーストラリア産であり日本のうどん用に 最適化して開発されたオーストラリアンスタンダードホワイトという免用中力粉が用いられることが多い。県産のうどん用小麦としてはもともと農二26号などが使われ、20世紀末にはアスダブルに対抗するため県がさぬきの夢2000を開発したが、生産量の少なさ、製麺の難しさ、2004年に起こった JAA、香川県による不当表示問題などによる、 ブランドイメージの低迷などにより普及はあまり進まなかった。一方で、オーストラリア産の小麦と、サヌキの夢2000をブレンドしたサヌキうどん用の小麦粉なども開発され、これを使用した半省うどん、有限プレミアムが、モンドセレクションの金賞を受賞している。また、サヌキの夢2000、こだわり店の認証も行われており、サヌキの夢2000を100%使用した店名も、 明示されている。これは麺、出汁、サービスの三つを厳しく審査するものである。2010年3月18日には、後継品種として、さぬきの夢2010が品種登録された。麺の食感という共通の価値観を除けば、味付けなどは非常にバリエーションに富んでいるが、特徴づけるものとしては他に、いりこの出汁が挙げられる。香川では、 近隣のイブキ島がイリコの名産地であることなどからイリコを使った濃厚な出汁が昔からよく使われ主張の強い麺と豊富な食べ方のバリエーションを下支えしてきたイリコの出汁は一般的な日本料理では煮物や味噌汁などに用いられるがそれはイリコが青魚独特の臭みを持つため二番出汁相当の使われ方をするものだからであるうどんつゆのような 今の味には鰹節、昆布によって調整される一番出汁が用いられることが多い。しかし、繊細な一番出汁では強さに負けかねないこともあり、地元の入り子と北海道産の昆布を組み合わせて、出汁を作ってきた。煮干しの臭みを取るためには、焼いた鉄の棒を出汁に入れる方法などが取られ、最後に加える醤油にも生臭さを消す効用がある。なお、漬け汁には、濃口醤油、 かけ汁には薄口醤油を使い、それぞれの分量を変えるなどの工夫がされている。薬味に生姜やネギが多用されるのも特徴であり、これらは入りこだしと相性が良い。なお、一番だしに香りの強い香辛料を加えると風味が損なわれるが、いりこだしと生姜の組み合わせはかえって臭みが消えて、爽やかな風味がうどんを引き立てる。この他にも唐辛子やからし、すりごま、 花がつを、すだちが従来から用いられてきた。近年では、食品の地域性も薄れて入手性も良くなり、さらに多様な薬味が強されている。他県のうどんやそばと同様、七味唐辛子、わさびなども定番であり、いりこや様々な節を混合した、新たな味も次々生まれている。また県外に進出するとともに、駆け出しに生姜も広まっている。 おろしうどんなど冷たいうどんにはレモンを用いる店もある。香川県民は一人当たり年間玉のうどんを食し、日本一うどんを食べるという表現はしばし使われるが、その数字は100玉程度から300玉を超えるようなものまで様々であり、根拠が必ずしもはっきりしない。これはうどんの玉の数という明確な統計がないためである。例えば、総務省の家計調査では、うどん、 そばと一括りにされている。また、統計における数字を目分量であり点によって量が倍ほども違ううどん玉の数に換算することの問題もある。一方でこれはうどん玉という単位自体の問題であり、人口あたりのうどん生産量や消費量が日本国内で圧倒的に高いことは統計的に明らかになっている。また、 香川県民を対象としたアンケート調査によると、うどんを週に1回以上食べると回答した人が9割、いた。食べる人の内訳は週に1回が5割、週に2から3回が3割、週に4回以上が1割であった。また、全く食べない人と回答した人は1割であった。香川県のうどん屋の数については、毎年発行される、さぬきうどん店を網羅したガイド本では800件前後が、 掲載されている。うどん屋またはうどんを生産していると応募し箇所として、県では1100件程度を把握しているようである。店舗は特に高松地域と中山に集中しており、その中でも紹介頻度が高いのは、高松市西の綾川や土木川などの河川沿いの店が多く良質な地下水を大量かつ安価に使用できる環境の影響が指摘されている。同様に、 東山や瀬戸内海の島所部でうどん店が少ないのは平野部が海岸差しや後輩湿地から形成されて地下水に恵まれないためともされる。茹で汁を起因とする水質環境汚染が近年問題視されているため、香川県は解決に向けて取り組みを行っている。香川県では下水道の普及率が令和元年でも50%以下と四国多県を上回るものの、 全国的には40位台で整備が遅れている。店舗の大多数は、零細企業に該当するため排水規制がかからず、下水道のない地域では高濃度の淋噴質を多く、含むうどんの茹で汁が、浄化装置を通さずに店舗近くの水路や川に直接、放水されていることが多い。川底に、うどんの切れ端が重なり合って沈んでいたり、 茹で汁に含まれるデンプンが沈殿したりなどの要因で、香川県一般の飲食店などの中でも最悪の環境汚染状態であり、環境汚染が懸念されている。ブームに伴い排出量が大幅に増加し、小規模の店でも毎日トン単位の水を大量に消費していることから、環境に対する影響も悪臭などが発生したことで苦情が寄せられるほどになった。県では、 県下のうどん店にうどん店排水処理対策マニュアルなどの配布を行ったが、小規模事業者が抱える設備資金負担の問題もあり、大きな改善が見られなかった。そこで次の段階として、小規模店舗にも設置しやすいうどん排水処理装置の開発、規制とともに罰則を想定した条例施行に向けた動きなど、解決に向けた取り組みが行われている。また、廃棄うどんから、 バイオメタノールを作るプラントを開発した企業や、茹で汁から石鹸を作る企業など、民間からも対策に乗り出すものが現れている。香川県農協が販売したもののうち、香川県産小麦100%、佐抜きの夢2000小麦粉100%使用を、歌っていながら、実際は、オーストラリア産の小麦が平均で約8割使用されていたことが、 香川県の調査で2004年11月8日に発覚した。サヌキの夢2000は、うどんに加工した時のもちもち感、喉越しや小麦本来の香りとうまみが特徴だが、オーストラリア産より価格が高いことや、加工時に水加減が難しく切れやすいなど扱いにくい、側面も合わせ持っていることから、加工時に切れにくくするため下請け業者が、合州産小麦を混ぜて使用していた。 店舗が用意する駐車場にて駐車できる車の数が数台分しかない場合や全くない場合もあり自動車で訪れる一部の客がその店舗周辺地域で迷惑駐車を行い近隣住民の迷惑やトラブルとなるケースが存在する高松市鶴市町の池上製麺所はうどん通の間では有名だったことから ブームの発生で近隣にある丸吉センターツール支店の駐車場への無断駐車が増加し、同店の客が駐車できない事態が発生したことや、近隣地域で違法駐車が後を絶たないなどのトラブルにより、ついに同種の別の場所に移転する騒動となった。うどんの早食いやおにぎりなど他の炭水化物との重ね食いといった食生活習慣が糖尿病や肥満の一因になっているとの指摘もある。 香川県庁は対策として野菜との食べ合わせや適度な運動、健康診断の受診などを呼びかけている。難症化性デキストリンを練り込むなどして糖質の吸収ペースを穏やかにする麺を開発する製麺会社もある。ありがとうございます。